はい、皆さんどうもピーマンでございます。てなわけで今週もやってまいりました、マインクラフト実況ウォーウォー。今週からですね、ついに来ました、洞窟探索探検の方していきますよ。これからね、2週3週にわたってやっていこうかなと思いますので、皆さんもしよかったら見てくださると嬉しいです。金銀財宝ダイヤモンドたくさん取っていきましょう。取るまで帰らない、そんな感じで、そんなつもりで私ピーマンやっていきますので、お付き合いくださいな。洞窟に行く準備はねしてますから、これアイテムの方もたくさんあります。ステーキの方もある、調達した豚肉もある。ただちょっと防具とかがないのでね、万が一ちょっと魔物とかモンスターに襲われた時が怖いかな。怖い怖い怖い、でも大丈夫でも大丈夫、やる気と元気があれば十分なんですよ。じゃあ初めての洞窟の方に向かっていきましょう。ちょっとの間我が家、そして我が家族たちとはさよならになりますね。大丈夫だ、俺は必ず金銀財宝ダイヤモンドを持って帰ってくるからな。それまでおさらばだ、うんこハウス&我が家族たち。汚ねえな、わーお、クリーパーいる、びっくりした。おー、後ろにいるね、こっちに来れないパターンか。えいえい、クリーパーさんどうした。でも近づきすぎると爆発するからね。せっかく建てた10回目オブジェクトが爆発されるね、まずいな。そこでお前爆発すんなよ。じゃあさらば、初めての洞窟へ向かっていきましょう。あ、あったあった、ありました。皆さん、ここが今回実況する洞窟になります。いやー、金銀財宝眠ってる感じがするね。わからないよ。もしかしたらすぐ行き止まりになるかもしれない。そうなったら洞窟探索、それで終わりです。悲しすぎるね。そうならないように。まあ、とりあえず見ていきましょう。怖いねー。とにかくね、下に行くと魔物たちがたくさんいますから、この剣の方を使ってね、やっつけていかないと。気をつけながら。倒されないように。じゃあ、行きまーす。一歩、二歩、三歩、踏み入れました。お、中は、やっぱ広い感じがするね。お、いきなり水があるよ、これ。松明一個置こうか。ほい。わお、わお、わお、オーマイガー。やべえな、興奮するな。ちょっとまずはね、松明作っていかないとね、石炭どっかで取っていかないと。5個しかないからね。やっぱ暗い中進んでいくのは怖い。おー、クリーパーいる、いきなりかーい、いきなりです。あ、ノノ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 、わー、起きてる。ならば俺が剣でやっつけて。うわー、骸骨も来てんじゃねえか。まずまずまずい、まずまずまずい。待て、やつは太陽の光に弱いはずだ。大丈夫か、あいつはもう死んだか。骸骨、とりあえずお前をやっつける。いきなりちょっとモンスター来たね。まさかの展開だよ。わお、クリーパー爆発したね。いきなりすぎないかい？なんだこの展開。いきなりモンスターに囲まれるというね。骸骨か。オッケー、俺が処刑してやろう。後ろ取った。えい、どうだい？俺の華麗なステップの前には君は何もできないだろう。さて、先に進んでいきましょう。いきなり骸骨&クリーパーに囲まれました。はい、来ました。鉄鉱石発見ですね。取っていきましょう。鉄鉱石、鉄鉱石。いやいや、おー、はい、鉄鉱石、鉄鉱石。鉄鉱石、鉄鉱石。はい、鉄鉱石、鉄鉱石。おいえ。いずれね、ピーマンの夢はこの、ダイヤモンドハウスを作る。全身ダイヤモンドの家ね。ダイヤモンドブロックの家。それが今のちょっとピーマンの夢ですから。ダイヤモンド、ザクザク取れたらいいんですけどね。ちょっと、うわー、怖いな、これ。なんかいる？なんか、ああ、行き止まりだ。何もなかった。恥ずかしい。ただただ恥ずかしい。期待した俺がバカだった。あ、三方向に道があるね、これ。一つ目はこっち行き止まり。じゃあこっち行ってみようかな。怖いな、さっきこの奥から来たからね。うわあ、また来た、骸骨。ならば挑戦は受け入れよう。バトル！トゥ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 、わあ、わあ、ゲッチゴーさんです。ほう、雑魚が相手にならん。帰れ！あはははは。ああ、お前じゃ相手にはならない。いや待て、あの奥に何か光が見えている。なんだあれは。謎の光があることねえか。大丈夫、行っても余暇ですか。ここからクリーパーと骸骨がめちゃくちゃ出現してきてるからね。あれ、行き止まりか、何もなし。はあ、こっちも行き止まり。期待だけさせやがって、クソったれ。何もない。おいおい、この洞窟予想以上に面白くねえぞ。行き止まりばっかじゃねえか。こっちは、あ、これもすぐ行き止まりだ。あ、こっちも、あ、でもなんか、あ、待てよ。これちょっと掘ったらなんかありそうな感じするね。まずは松明取って。松明、よし。松明取って。こ
もう土、砂ブロックですか、のけていきましょうか。おお、なんか声した。何の声だい、ぐるぐる言うたね、今。ゾンビの声がしたね。ゾンビがいるのか。おお、やっぱあっち見ちゃったね。隠されてたよ。あ、コウモリかビータ、動かないで。何いるのかと思ったわ。もうヒヤッてする。ヒヤッてした今。正面ちびったよ。勘弁してや。よしよしよし。よしよしよし。降りても大丈夫かい、クリーパーいない、トゥルントゥルーン、トゥルルン。うわあ、ゾンビいる、まずいまずい、上がれ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 。あれあれ、これは、あれじゃない、村人ゾンビじゃないかな。まあいいや、関係ない関係ない。村人のゾンビとかどっちでもいい。死ね死ね、すぐ死ね、今死ね。興味ない、お前に興味はない。よし、倒した。へい、やぶね。ふぅ、洞窟入ってまだ3分も経ってないですけど、モンスターに囲まれまくってたっすね。めちゃくちゃ出てくれ。とりあえず松明作ろうか。松明、あ、ステーキ投げちゃった。なぜにステーキを投げたんだ、よくわからない。松明はここだな。よし、13個もできた、よかった。よし、とりあえず右にゾンビいたよね、さっき。うわ、骸骨いる、またか。どんだけお前は俺の障害となるんだ、死ね。後ろを取った俺には怖いものはない。バカ野郎、俺のスピードについてこれてねえぞ。はぁはぁはぁ。さて行こう。奥に進むにつれてモンスターが出てき、そして金銀財宝が出てくる。なんかいる。うわー、またなんかいる。なんだあれ、骸骨か。何あれ、あ、羊だ。なんで羊あんなとこいんの。わー、謎羊、オーマイガー。謎羊なんかしてる。何してんの。あー、待て待て、なんかいる。あれなんだ、なんか投げてきてる。何あれ何あれ、俺初めて、何あれ、初めてのやつ登場。なんか瓶投げてきたね、思いっきし。あ、来てないね。あ、いるいる。はは、羊と共に。なんかしてるよ。何してんだあれ。遊んでんのか。なぜに羊がこんなとこにいるんだ。ちょっと待って、あれ敵なのか、村人じゃないの、違うの、あれ何、俺初めて見るけど。わお、なんか投げてきてるね。あ、なんかなった、謎の状態になったよ。何これ、鈍化、移動スピードが落ちるってことか。あ、待て、俺待て、どっかでステーキ落としてきてんな。ステーキ回収してねえや、俺どこで落とした、あれあれ、俺のステーキちゃんは、あったあった、あ、ノノノノノ、何これ、魔女、沼に出現する敵、ポーションを投げて攻撃する、倒すとポーションを落とす。ノノ、これどういうことだい、ちょっと待て、ちょ、あ、どういうこと、なんでダメージ受けてんの、ちょ、ど、死ぬ死ぬ、助けてみんな、おお、ちょっと待って、なんだこれ、ちょ、死ぬ、私死にます、ピーマン死にます、助けてください、おまいかし、あ、生きてる、どういうこと、何状態これ、毒状態ってことだよね、わあ、毒では死は免れるが、ハート1個残るんだね、半分。うわー、危ねえ、モンスター来なくてよかった、びっくりした。なんじゃこれ、魔女なんているんだね。魔女じゃないでしょ今、魔女要素ゼロでしょ、あれ村人でしょどう見ても。あ、羊。何してんだ、あ、なんかいる、ちょっと待って、何、え、またおるんかい、なんでちょっと待って、なんでお前いんだ、ちょっと待てよ、死ね、剣なくなった、死ね、イブレッツゴー。あ、なんか落とした。あ、何落としたこれ。レッドストーン落としたね。いや、それはいいんだけど。うわ、弱体化とかいろいろと疲れたね。雲の目とかいらねえよ。なんだこれ。ちょっと待て。いろいろと来すぎだろ。魔女の出現率高くない？なんで魔女ばっかいんの？あはは、羊もなってるよ。かわいそうに。ごめんね、俺の巻き添え食らっちゃったね。ごめんなさい。あ、この上はあれだね。あー、上つながってんだ。あー、はいはいはい、そういうことね。オッケー、じゃあこっちは来なくていいね。あっち側行こうか。ちょっとねー、洞窟探索始めて間もないですけど、ほんともう、魔物や、モンスターや、そして、魔女に襲われるというね。ちょっと興奮する展開が続いてるね。じゃあこっち行こうか、次。あ、まずは、石炭があるので取っていこうか。石炭回収でございます。やっぱね、この洞窟ではこの松明が非常に大切なので、松明がなければ進んでいけないからね。暗い中進んでいくとか、そんな勇気俺ないわ。そんな勇気僕にはございませんので、お願いします。
この石炭を誰か譲ってください。おお、石炭ブロックがたくさんあるが、あれ上なんかあるな、これ。あー、ここと繋がってんのか。あ、じゃあこっちも行き止まりってこと。わーお、この洞窟予想以上に何もね魔物がいるだけっていうね、魔物洞窟だね。魔物の住処だ。間違った、入ってくるんじゃなかった時刻だよ。出ていいですか、逃げていいですか。ダメ、逃げちゃダメだ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 。よし、引き続きやっていきましょう。とりあえずこっち側にはもう何もないね。何もなかった。鉄鉱石しかまだ取ってないからね、ブロック。悲しすぎるよ、金銀財宝言うとんのに。これじゃあもう家族の元へ帰っていけないね。家に帰れないよ、恥ずかしいわ。羊や牛にや豚にバカにされるね。あれ、お前金銀財宝はって持ってきてねえの、プキャー言われるね。バカにされないように絶対に取っていこう。よし、とりあえずこちらはもう何もないことが分かったね。次はこっち、水があるとこ、奥に進んでみよう。ドゥルンドゥルーン、ドゥルルン、ドゥルンドゥルーン、ドゥルルン、ドゥルン。え、息止まり、オーマイガー。え、これで終わり。あ、でもこれ上、上行ってみようか。水を伝って上に行ってみよう。あ、ちょっと待てよ、ブロックがじゃまだ行けない。どこに繋がってんだこれ。よしよし、はいか。あー、外に出てきた。あ、え、俺の洞窟探索これで終わり。え、その展開、え、嘘、え、面白くない全然面白くないんですけど、皆さん、私の洞窟探索、初めての洞窟探検、これで終わりです。いやいや、そんな展開いりませんよ。おい、勘弁なさってくれよ。お前ちょっと土ブロック壊してどっか行ける場所ないか探してみようか。いや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 、こんなの俺好きじゃないね。面白くない、単純にね。初めての洞窟探索も何もなしで終わりとか最悪でしょ。ちょっといろいろと下に掘ってみよう、なんか出てくるかもしれない。秘境がね、見たこともないとこが、あれ違うね、行くかもしれないね。よしよし、とりあえず掘り進め、砂をかき分けて下に行きます。ピーマン行きます。ピーマン元気に行っちゃいます。何もない、何もない、ただただ土を掘る作業芸になっている。楽しいかと言われれば楽しくはない、面白くはない、がとにかく掘るだけです。私の仕事は土を掘って30年、未だ掘ってます、掘りまくってます。私の名前は土掘り用です。 OK、 とにかく下に掘っていく、何かがあるはず。わお、来たね。やっぱほら、みんな掘って正解だったよ。降りてきた謎の場所。うわ、これはちょっとシャレにならんくらい危ないとこに出てきたな、皆さん。下に降りてきた。とりあえず出口、出口、出口はここだよね。オッケーオッケー、出口を確保しておかないと。どっか来たんだ俺。あ、ここか。ちょっと待てよ、うまく上がれるようにしておかないとね、緊急時に備えて。これで上に上がれるようになりましたね。完璧だ、フォー。よし、とりあえず緊急用の脱出の逃げ道は作りましたから、ここから逃げましょうよ、何か来たらね。ちょっと先に進んでみましょうか。下に降りてきたぞ、まだ見ぬ地へ、レッツゴー。やってきた。しかしここも行き止まり、何もないな。結局何もなしって多くない？勘弁してや。ねえ、楽しくないね、ピーマン。単純に楽しくないわ、全部行き止まりだもんね。いや、こっち、うわー、なんか広い空間が続くね、これ。うわ、鉄鉱石めちゃくちゃあるじゃん。これはやべえな。ここ鉄鉱石ありまくりだな。回収しよう、回収しよう。オッケーオッケーオッケー。ようやくだよ。ようやくなんか洞窟探索してる感が半端ないね。俺さっきまでずっと魔物と戦ってたからね、全然楽しくなかった。あれ、俺洞窟に来たのかなって感じが全然しなかったからね。よし、ここにこれつけとこう。うん。うわ、なんかいる、ゾンビの、うめき声が聞こえたよ。何？怖い怖い怖い。聞こえるよね、みんなも。俺だけじゃないよね。そんな怪奇現象ないよね。俺だけしか聞こえてないっていうパターン。お、待て、なんかいる。ビシャー言うた、今。何の音だ？怖い。怖い。怖い。OK。うわー、下もある。右もある。こっちはね。わー。
オーケー。じゃあ洞窟探索1回目となる今回はこれにて終わりでいいでしょう。次週この下に行って右にも行きたいと思います。ようやくねこれ鉄鉱石だったりが出てき始めてきたので、次回もしかしたらダイヤモンドあるかもしれない。確率は低いけどね。皆さんもしよかったら来週の土曜日また見てくださると嬉しいです。じゃあ今週はこれにて終わりだ。ご視聴の方ありがとうございました。来週も元気にやっていきますよ。